お疲れ様です。黒亀です。いつもご視聴ありがとうございます。と今日なんですけども、ついに男子日本リーグ2024が開幕しました。おーす。はい、ということで、ついに開幕しました。私、黒亀はですね、4月の26日金曜日、広島まで見に行ってきまして、いやー、素晴らしかったですね。山田さん、試合映像とかで見ました？まあ、YouTube ライブとかでちょっと見させてもらいました。激アツの試合でしたよね。やっぱすごいっすね、トップリーグ。レベルがやっぱ高いっていうんですけど、ちょっとやっぱここでですね、男子ソフトボール日本リーグのちょっと素晴らしさっていうのをお伝えしたいっていうことと、まあ、その見た、まあ感想とかですね、どんな形になってるかっていうのを今回ご説明させていただきたいんですけど、まずですね、ちょっとだいぶ空いてしまったんですけど、昨年の、山田さん。はい。何の拍手かっていうですね、優勝予想、まあ、こうやって優勝予想したんですけど、はい、見事、覚えてますよ、山田さん、予想。はい。覚えてます？覚えてますよ。はい。あの、私が、三重ヴェルディヴィンさん優勝予想。はい。そして、山広さんが？僕は、平林金属さん。の優勝予想。はい。まあ、言うと決勝戦、三重さんと平林さんやったんで、はい、まあ、もちろん競ったんですけど、黒亀の予想が見事的中した。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、他のチーム皆さん怒らないでください。ということでですね、あの、まあ、三重ヴェルディヴィンさんが、まあ、黒亀予想的中ということで、優勝されたんですけども、まあ、それを踏まえて、今年の、3日間、第1節が終わったんですけども、非常にま、素晴らしい第1節になったと思います。まあ、第1節は、ま、全17チームが集合されまして、3日間で、4試合ですね、各チームさん消化されたんですけど、ちょっとこう、ポイントを3つぐらいに絞って、ちょっとお伝えしたいかなと思うんですけど、まず1つ目は、世界ナンバーワンレベルのリーグになったっていうことをお伝えしたい1つ目。そして二つ目はですね、戦国時代。もう実力伯仲の戦国時代のリーグになっている。非常に面白いっていうことが二つ目になります。そして三つ目は、世代交代入れ替わり。もう各世代と世代のベテラン対若手の対決が激しい。この三つについてちょっとお話をさせていただきたいんですけども、まず一つ目、世界ナンバーワンのリーグになったというとこなんですけど、これね、現地に見に行った方はわかると思うんですけど、この日本リーグ、まあ日本のトップチームが集まる大会なんですけど、例えばですけど、まあ代表的なところで言えば、ダイワクトさんにベスグローブ投手、大阪桃次郎に女子投手、そしてですね、新加入の山口水産さんにはニック・ヘイズ投手というですね、もうワールドカップのトップの選手、もう世界の決勝戦に投げるようなピッチャー、そしてバッターたちが、この日本リーグに、今年から参戦されてますので、もうまさに世界ナンバーワンのリーグと言っても過言ではないかなと思っております。山野さん、映像でちょっと見ました？見ました。あの、外国人投手はそれぞれ見ました。はい。いや、もうレベルが違いすぎますね、あれね。レベル違いすぎますよね。あんなん、ようたんすね。もちろん、日本リーグのピッチャーって、
めちゃくちゃすごいんですけど、皆さんご存知の通り、すごいピッチャー多いんですよ。日本代表のピッチャーも素晴らしいんですけど、ちょっとレベルが違うかなっていう、まあ、スピードで言ってもですね、それこそもう135キロ掘るピッチャーが何人もいてましてですね、私ちょっとこう、観戦行かせていただいた初日ですと、ダイワークトのベスグローブ投手が、ちょっとこちら見ていただきたいんですけど、136.7 キロ出してまして。下投げで137。やばいっすね。やばないっすか。想像つかへん、ね。想像つけへんっすよね。だって、110キロとか、115キロとかでも、やっぱ早いじゃない。120とかなんかなかなかいないじゃないですか。まあ、いないっすね。これはすごいっすよ。もう、みんなスピード感見て、うおー言うて。で、ベストグローブ投手なんか、初戦なんですけど、14人連続三振とか、初回から。異次元でしょ ?14 人。14人ですよ。松井裕樹ですね。松井裕樹ですね。世代の人しか分かんないっていう。けあれね、松井裕樹ね、うん。19連続三振かなんかのね、東郷学園の時の。おもろいやろな、そんなん投げれたら。いやー、めっちゃおもろいでしょ。めっちゃおもろいと思いますよ、ほんま。気持ちいいやろね、そんなんね。うん、正直な話、そこまで惚れとったら。いや、ほんまに。絶対気持ちいいやん。それは気持ちいいよ。で、そのベスグローブ投手だけじゃなくて、それこそ、去年、ちょっとあんまり調子上がってこなかったピッチャーですけど、大阪モジュロのジョシュ・ペティット投手。なんかも、多分マックス135ぐらい掘ってましたし、平均が130ぐらい。130がもうバン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 出る感じなんで、いやもうちょっと異次元すぎて。上投げでも130出るかな？絶対出えへんと思う。もう、思いっきり勢いつけて、うわーっと掘ったとしても、出ない、ね。せいぜい100ちょっとしか多分出えへんと思うけど。ですよね。いやー、それがね、あんなジャンピングで飛んでくるから、しかもそれをね、日本リーグのバッターの方々みんな打ち返すから、あれすごいと思う。すげえなー。いやー、かっこいいねっていうのがあるけど。まあ、だからそれこそ、もう、本来だったら、ワールドカップとか世界選手権で、外国に行かないと、海外に行かないと、見れないような夢の対決が日本リーグで見れるっていうところは、もうめちゃくちゃおすすめポイントだと思いますね、これは。で、まあ、あとまあ、二つ目で言うと、二つ目で言ったらそうですね。もう、めっちゃ戦国時代に日本リーグがなったなっていう感じがしますね。なんかその、どっかのチームが、昔で言ったら、どっか強いチームが、まあ、東西に分かれた時なんか、強いチームがバンバンとあって、はい、その差が結構あったんですけど、はい、まあ、今回のリーグ戦見たら、まあ、もちろん4連勝したチームもありますし、まあ、2勝2敗とか、まあ、チームによっては0勝4敗のチームとかもあるんですけど、ほとんどの試合がもう、なんかもう接戦の試合ばっかやったと思うんですよね。そうですね。結果見る、うん、表を見てるだけだと、その、お味な試合っていうのが少なかったように思います。うんうんうん、そう、まさに今ちょっと山広さんが言ってくれはったように、なんかこう、大差のボロボロの試合とかほとんどなくて、もう本当にサヨナラゲームあり、うんうん、1点差ゲーム。うんうん、タイブレークありみたいな形で、まあ、終盤まで本当にもつれて、もうクロスゲームが多かったんで、まあ、見てる方からしたらめちゃくちゃ面白い試合が多かったかなっていう部分と、実力差がいい意味でもうなくなってきてるイメージがあるんで、もう去年ね、見事予想を的中した私なんですけど、はい、で今年もちょっとこの第1回目の、日本リーグ観戦報告で華麗に決勝トーナメントのチーム予想とかしようと思ったんですけど、これ無理ですわ。これ無理やわ。すぎて無理やわ。無理ですわ。まあまあ、確かに、確かに今年、去年以上に難しいかもしれないですね。難しいでしょう。
やっぱこう、いい選手も新人で入ってきてるチームさんも多いですし、うん、それこそ、例えばまあ、去年、リーグ1年目の選手とかも結構いてはりましたし、うん、まあ、例えばベースグローブ投手も、リーグ1年目でしたし、ホンダの池田投手とかもリーグ1年目だったんで、慣れない部分とかも結構あったと思うんですけど、それが慣れてきて本来の実力を発揮されたりとかもあるんで、もう毎試合毎試合ファンからしたら見るのが面白いっていうような試合展開になってるんで、もうめちゃくちゃおすすめだなっていう部分がありますね。ベテラン対若手が熱いっすね。熱い。これは激アツですよ。そうですね。まあ、チラッと見てる限り、前までキャプテンやった選手がもう番号変わってたりであるとか、まあ僕ら世代の選手がコーチの番号をつけてたりとかっていうのがあったんで、まあ世代交代があったのかなっていうのはちょっと思ってたりはしましたけど。そうなんですよ、もうね。今年結構だからあのキャプテンやってた方がコーチ番号になったりとか、そのキャプテン自体も若い選手に変わったりとか、そういったことも多いんで、特に今年2024年が割とそれが多かったと思うんで、なんでしょう。各チーム、まあ去年からの流れはあるんですけど、全くキャプテンとかコーチとか監督さんによってチームカラーも変わってくるんで、またその去年までとはまた違う、戦い方であるとか、戦略であるとか、雰囲気っていうのもあるんで、まあその辺も、まあ去年のとの、まあ去年との違いとして楽しめるんじゃないかなっていう部分と。で、まあ世代的に言えば、それこそ、まあ、特に日本の場合ですと、2年前にワールドカップがあって、で、その時の中心メンバーの、まあ、中堅、ベテランのメンバーと、まあ、アンダー23、アンダー、18、まあ、アンダー23は準優勝、アンダー18は見事優勝っていう形で、その中心メンバーがちょっと年齢が上がって、今もう日本リーグの主軸になりつつあるので、もう本当にベテラン中堅と若手がこう、がっぷり打つで、こうやり合ってる感じもあるので、もう見ててめちゃくちゃ面白いのかなっていう部分があります。ね、我々ね、山城さん、アラフォーですから、やっぱベテランにちょっと肩入れしたい気持ちはちょっとありますけどね。それはもう同年代には頑張っていただきたいですけどね。まあ、とはいえ、やっぱり若手もそうやって世界で結果残してきてるんで、うん、まあそこに、なんていうか、勢いの若手と経験のベテランの対決っていうのはすっごい楽しみではありますけどね。いやーでもね、バチバチですよ。もうそれこそね、あの、ベテラン選手とかでもね、もうヘッドスライディングするし、吠えるしですね、もう激アツやったんで、ニュージェネレーションも燃えてくるんですけど、いや、まだベテラン負けんなっていうような、そういう思い持っちゃうんで、もうちょっとね、いろんな世代の方が行っても感情移入できるんじゃないかなっていう、あの、リーグになってるんで、こうめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと、非常におすすめやと思ってます。はい。ということで、このように素晴らしい第一節でしたので、第二節以降も非常に期待したいなっていうところでありまして、もう本当にリーグ戦なんですけど、もう一戦一戦が僕見ててね、トーナメントやなって思うぐらい、本当に夏の甲子園よりも熱いなっていうような感じの雰囲気の、まあ素晴らしい試合、まあ素晴らしいリーグなので、ぜひ皆さんこう見に来ていただきたいなと思います。あの、日本トップ、そして世界トップの選手が必死にフォアボールでガッツポーズをして、内野ゴロでヘッドスライディングをする。この雰囲気はもう最高なんで、ぜひ皆さん生で見ていただきたいと思います。ではですね、第1節終わったんですけども、あとまあ2節、3節、4節あるんですけど、次の、2節のちょっとお知らせをしたいんですけど、山城さん、あの、2節の、はい、あの、場所と日程だけちょっと言ってもらっていいですか？第2節は、はい。2会場あります。はい、2会場、はい。日にちは6月の1日、2日。はい。で、一つ目の会場が、はい、茨城県の小美玉市。小美玉市ですね。はい。希望ヶ丘公園多目的広場軟式野球場で行われます。はい。で、もう一つの開催地が、これまた遠いとこなんですけど、はい。鹿児島県南九州市、うん、知覧平和公園多目的球場、はい、諏訪運動公園。ここで、この2カ所で、同日、6月1日と2日に行われます。そうですね。なので、まあ、あの、場所としてはですね、もう、ま、近い方もいらっしゃいますし、遠い方もいらっしゃるんですけど、まあ、お近くの方だけじゃなくてですね、もうね、これを見ると、本当に熱い気持ちになりますし、何よりこう、見て刺激と感動をいただけますので、ぜひ皆さん、近い方も、遠い方も、ぜひ、観戦に足を運んでいただければなと思います。あの、ぜひとも皆さんで盛り上げていただきたいなと思います。はい。ということで、今回は男子ソフトボール日本リーグ第1節の、まあ、観戦期ということでお話をさせていただきました。はい。
ということで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。